日本平動物園のワニラちゃん。北極熊です。6月2日から相方のロッシーと別の建物になりました。北極熊は繁殖期以外、オスとメスが単独で生活する動物です。しばらくは自然界同様、それぞれの建物で単独で生活するんだって。バニラちゃん、また後でね。新北極熊社のオスのロッシー。新しい建物で何やら同じ動きを繰り返しています。小さな扉の前で上を向きます。何かを待っているのでしょうか。探してる感じ。北極熊は鼻がいい動物と言われています。自然科では数キロ先の匂いを嗅ぎ取ると言われています。どうやら飼育員さんが餌を用意したようです。飼育員さんが鍵を開けています。これからロッシーの餌を用意するのでしょうか。まだ餌は用意されていないようです。一旦開いていた扉がまた閉まりました。飼育員さんが餌を用意してるのでしょう。扉が開きました。
Thank you.
向こう行ってみよう。